日本東京都練馬区桜台桜台は東京都練馬区の町名。現行行政地名は桜台1丁目から6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は176-0002。練馬区の南東部にある。北部は早宮氷川台、南部は豊玉、タ東部は羽沢、境町、西部は練馬と接する。地域南部に 西武池袋線桜台駅が地域東部に西武有楽町線新桜台駅がある。南部の桜台駅を中心とした地域と北部の日川台に接する地域が商業地域になっており、その他はおおむね完成な住宅地である。北部には高稲荷公園、臨済州大徳寺派広野理事などがあり、緑多い一帯となっている。早見日川台との境には、 石字川が流れている。二千十七年十二月一日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は二千十五年一月一日の工事地下によれば桜台二の二十六の三の地点で三十七万三千円平方メートルとなっている。古くは武蔵区に都島郡下練馬村。 桜台駅の駅名から付けられたもの。桜台三丁目では、氷川台駅と接しているため氷川台駅が最寄り駅になる場合もあるが、所在地は氷川台である。ありがとうございます。